皆さんこんにちは、星の子です。今日もちょっとね、一つご報告があるんですけど、私約3年所属していたブーム株式会社を5月いっぱいで退所することになりました。この動画を投稿している6月1日からはフリーとして活動していくことになります。で、 YouTube を始めてからすぐに自らウームに応募してずっと所属してきました。 YouTube を始めてからもずっと今までウームのサポートがあっての星の子チャンネルでした。なので本当にたくさんのことを学ばせてもらったし、本当に助けてもらいました。なので本当に自分の中で思い切った決断になるんですけど、実は去年の年末ぐらいから一度ねウームを退所して外の世界で頑張ってみたいなっていう思いもあったりとか、いろいろねこう悩みがあったので、ついに自分の決断が固まったという感じです。自分の会社でやりたいことも実はいろいろあって、そのやりたいことっていうのがストップしてたんですよね。なので自分でやりたいことっていうのをもっと自由にやりたいっていう、理由はそれだけです。特にウームを抜けたからといって皆さんからしたらこう何かね変わるわけではないと思うんですけど、一つあるとしたら、今までウームに星の子宛てでお手紙とか受け取ることができたんですけど、その送付先が一旦なくなるということだけです。もう今までお手紙とかくださった方、本当にねいつも励みになっていました。本当にありがとうございます。そして今後の活動についてなんですけど、動画更新も今まで通りしていくつもりですし、落ち着いたらねイベントとかオフ会とか視聴者さんにね私も会いたいので、会える機会っていうのを頑張って作りたいなって思っていたりとか、本当に何も変わらないです。そして一旦はフリーとして活動していくんですけど、フリーになってやっていく中でいろいろ自分で今後どうしていきたいかとかがこう見えてくると思うので、変化があったらその都度また皆さんにも報告していきたいなと思っています。そして今までクライアントさんとのタイアップ動画っていうのもウームの営業スタッフさんとかマネージャーさんのサポートの上でやってきたんですが、これからはねフリーということになるので、もしこの動画を見てくれているクライアントさんとか代理店さんがいたとしたら、概要欄にねメールアドレスを載せておくので、お仕事のご依頼とありましたらそちらにご連絡いただけると嬉しいです。もう視聴者さんにも知ってよかったって思ってもらえたりとか、クライアントさんにも私に頼んでよかったなって思ってくれるように全力でね頑張っていきたいと思います。お仕事も YouTube でこなせるっていうのは本当に私にとってとってもありがたいことで、よくね案件動画は嫌だっていう風に言われることもあるんですが、自分が撮影したい動画ということには変わりないし、動画へのスタンスっていうのは全く変わりはないので、その辺も今後温かく見守っていただけると嬉しいです。いつも見てくださる皆様がいなかったらそういうお仕事とかもいただけないと思うので、日頃視聴者様にも本当に感謝しながら動画更新をしています。今後もその気持ちは変わらず、皆さんにこう何か違う形で恩返ししていけるようなクリエイターになりたいなと思っています。いろんなことに全力で頑張りたいです。いつも皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございます。でウームにはねとってもお世話になったので、今後もウームに恩返しができるように活動していきたいと思っています。以上、ウームを退所しますというご報告だったんですが、正直すごい悲しいです。こうみんなからしたら退所するんだへーっていう感じだと思うんですけど、私にとってはすごく思い出があるし、本当に一緒にいろんなことをね頑張ってもらったので本当に寂しいです。あとは正直ウームを抜けてウームのサポートなしでやっていけるのかなっていう不安もありますね。やっぱりすごいけど頑張りたい。もう何よりもずっとお世話になったマネージャーさんと離れるのがすごい寂しい。マネージャーさんなし大丈夫私って感じです。本当にねマネージャーさんは姫ちゃんって言うんですけど、ウータも毎回会いに行くたびにやったって喜んだりとか、そのぐらいねすごい懐いてたので、対処するってなるとやっぱりそんな頻繁には会わなくなると思うので寂しいです。まあね、何か違う形でこう仕事も今後ウームさんとやっていくつもりなので、これっきりっていうわけじゃないんですけど、ちょっと寂しいですね。今まで結構急ピッチで進んだお仕事とかがあると、やっぱり私もねいっぱいいっぱいになっちゃったりとかあったんですけど、そんな時にこう泣いて電話しちゃったりとか、そういう時でも対応してくれたりとかして、本当にね一生懸命私のことをサポートしてくれたので寂しいですね。もう本当にマネージャーさんといろんな思い出があります。でも頑張りたいと思います。ウームのねスタッフさん本当にいい人たちばっかりで、私のわがままをたくさん聞いてくれたりとか、一生懸命私が動画をねスムーズに更新できるようにサポートしてくださったので本当に感謝しています。今まで本当にお世話になりました。
ということで、この動画は以上になります。皆さんからしたら本当に何も変わらないんですけど、一応まあご報告という形で動画にさせていただきました。今後フリーとして活動していく星の子チャンネルもどうぞよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。ユームさん、お世話になりました。